次もこの調子。届く！ならば
がりってな。結果だ。
いらっしゃい。相手は雑魚だ。消えちゃおう。行くよ。じゃ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 だ。片付けるぞ。次も頼むぞ。こっちもな。パパ疲れちゃった。列車を。俺のバカ、大バカ野郎。初めての列車だったのに。兄貴、ティファ、無事でよかった。その呼び方はやめろ。兄貴、折り入ってお願いがあるんですけど、聞いてくれます？言ってみろ。実は俺、いろいろあって町から出ることにしたんです。そしたら。全財産をすられちまったんですよ。なんて不運でかわいそうな俺。途中まで追いかけたんだけど逃げられちまって、もうお先真っ暗。助けてくださいよ兄貴。犯人の特徴は？兄貴、犯人の特徴ですよね。黒髪の可愛らしい女の子で、帽子をかぶってて、あと、そうだ、しましまの靴下を履いてました。キリエか。どっちに行った？教会の方に。列車に乗るためにずっとお小遣いを貯めてたの。俺はどうなってもいい。初めての列車だったのに。進むぞ。容赦はしねえ。したことがあるのか。仕上げだ。
でもやさいいところにいらっしゃった。どうもどうも、自分活力新聞で記者をやってるものでして。何が新聞だ、神羅の宣伝ばっか。まあただだからこそ手に入る情報もありまして。興味あります？実はですね、神羅の某部署がコルネオの財宝を押収することになったのですが、なんとその財宝が隠されている部屋の鍵を何者かに奪われてしまったらしいんです。その鍵を奪ったのが、何を隠そうスラムエンジェルなんですよ。神羅やコルネオを付け狙う5番街スラムの盗賊です。あのスラムエンジェルがまた現れたんです。どうです、今度こそ興味ありません？まあ、ねえこともねえな。でも時間もねえ。興味ありですね。では何でも屋さん、スラムエンジェルのアジトは覚えてますよね？あんた懲りてないのか？いえね、前向きに考えようかと思いまして。スラムエンジェルに狙われるならそれはそれでネタになるなと。はあ、何をさせる気だ？盗まれた鍵を取り返したら財宝は皆さんのもの。私はスラムエンジェルの正体が知りたいだけなんです。なので何か分かったらちょこっと情報をいただければ。お、と違いです。キリエだな。誰ですか、キリエって。可愛らしい名前。友達があなたに全財産を取られて困ってるの。ああ、なんだそっちか、驚かさないでよ。思い出したぜ、お前あれだろ、五番街でガセネタを売ってたやつ。ああ、はいはい、そういうこともありましたね。あなた、そのすっごい剣、噂の何でも屋さんだよね。私なんて運がいいの。今神羅に追われてるの、助けて。神羅からも吸ったのか？間違い、手違い、勘違い。神羅の人をかもっちゃって追いかけ回されてもう最悪。でもでも取ったのはこのボロい鍵だけだよ。鍵泥棒はお前かよ。え、何そんな評判になってるの？私殺されちゃう？それとも一生ビクビクしながら暮らすの？ねえキリエ、私の友達から盗んだものを返して、そして鍵もちょうだい。いや、渡したら行っちゃうでしょ。一人になりたくないよ。神羅だから返せ。やったー。神羅のやつらはボールマーケットの闘技場にいると思う。スペシャルな試合があって、それに私が出場するの。宣伝はバッチリ。本当？もちろんガセだよ。お前よく無事に生きてきたな。じゃあここにいるから、安全になったら教えてね。
あいつは勝つ。決めちゃおう。刻む。やっ、オラオラ。終わったな。邪魔だ。行くぞ。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。昨晩発生しました7番プレート崩落事件に関する続報を。
私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。死んだ兵がゴムの館に入った。本日も闘技場はいつも通り開催する。
リオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。チャンピオンなら客も大歓迎さ。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつが神羅の追っ手か。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。
次は我らがチャンピオン、猛獣を華麗に手なずけ、今回も大大大勝利です。ま、余裕だったな。マジであんたら最高だよ。次も熱い試合を期待してるぜ。目を覚めなくてけない。